すれば立ち話じゃなくなるから。ちょっと頑張ろう。声量で負けた。舞台やってみます。3、4、さっき日野原さんのことが気になって妊婦さんの存在が全然見えなくなってて、楽しかったですし、いろんなものをこういう表現の仕方もあるんだっていう意味でいろんなことを吸収させていただきました。絶対行かなきゃいけないんで。行かない、行かない、行かない。やっぱりすごい青年だ。すごくいい顔をしていて、すごくいい目をしていて、ちょっとファニーな顔をされていて、ああいう人が主人公の映画って日本映画なかなかないと思いますし、顔が好きです。よーさ、井ノ原さんのことばっかり気になって妊婦さんの存在が全然見えなくなってて。え、なんでですか。ええすいません。はい、ナイスパイ。